こんにちは風の未来です今回は戸川幸雄の小説高安犬物語を取り上げます今見ていただいているのは私のブログ美しいしの1ページであります、えー、戸川幸雄の小説高安物語ご存知でしょうかうん微妙ですねえー というのも,もう、えー、例えばこの本を「公安物語」を注文しようと思っても絶,絶版になってるわけですよね。うん、で、まあ、こ,あのこの私は、えー、今私が持っているのも「 この、えー、地,球地球人ライ,ライブラリー5を持ってるんですけれどもうーん、要するにですね、これも絶版で、中古品で買うしかないわけです。で、どうしてこんなに優れた日本日本の金言、 えー、近,代,書近現代小説の、まあ、金字塔というのかなうーん素晴らしい小説なのでなぜ、えー、この小説が絶版になってるのというね、えー、の情,け情けないというのかうん、えー、まずその思い のトロからちょっと入ってしまったんですけど気を取り直して前向きに、えー、頑張って語っていきたいと思いますまあ、とにかく名作であることは間違いないんですけれども、えー、ではそもそも高安,安犬物語ってどんな小説ということなわけですけれどもまあ、これ高安犬と呼びます高安というのは地名なんですね えー、まあそれは後ほど触れるかもしれませんけども「高安の物語」は1954年に発表された戸川幸雄による日本の短編小説、えー、戸川幸雄という名前ご存知でない方はこの機会に覚えてください素晴らしい作家です戸川幸を覚えていただけたら、えー、私も嬉しいです戸川幸雄の第一作であり 代表作にも挙げられるのが「高安犬物語」第32回直木賞受賞作なんですね。まあせっかく直木賞を、えー、与えても絶版になっているんでは、うん、ね意味ないとも言えるわけですよね。こんな名作は読み継いでいかなきゃいけないですよ。売れる売れないは関係なく出版社さん、えー、どの出版社の出版社 ででもいいですとにかくおまあ新庁舎だったら文庫本私新庁舎文庫持ってたんですよ持ってたとか今も持ってますけれども文字が小さいので読みにくいので先ほどの、えー、先ほどっていうかなうんこの「地球人ライブラリー版」を読んでるんですけれども、まあ、注釈も詳しくて非常に読みやすい。で 身長文庫が絶版,絶版になってもう古,古本でもあんまり出てこない出てたとしても痛みの非常に厳しいものになってしまうわけですよねですから「新庄百冊」というね夏休みによくあるキャンペーンありますよねかとかもう今やってるかなうんあの各出版社が 夏休みに読書感想文っていうのはありますよねそれに向けて文庫本を売ろうというキャンペーンずーっとかなり前から何十年も前からやってるわけですけどもその中に入れなあかんですわこの「高安の物語」はねうんそして売れる売れない関係なくもう文,文化の伝承ですから、えー、本当に新潮社といえば文学に力を入れてこられた。 出版社であることは間違いないけどもまあはっきり言ってもう形式を疑いますこれだけの作品を絶版にしてるっていうこと自体がねう売れないものは出さんのかっていうことのわけですよ他のもので儲けてくださいそれで、えー、他のものでもけて売れないかもしれないけれども若い人たちにい。 こういういいい名作を語り継いでいく特に題材が「まあ、絶滅してしまった高安犬」という素晴らしい日本犬なんですよ。そういうテーマなんで余計に若い人に読んでもらいたいですよね。「絶滅素晴らしい日本犬」「絶滅してしまった高安犬」なんですね。でそそういうういななんだそんだもう え消えてしまったものを懐かしむ教習のようなそんな文学を若い人に読ませてどうなのよではなくて後ほど触れますけれども後ほどじゃないなもう今から触れますか実はですね私日本の短編小説ベスト10というものを独自「風の未来」選んでまして2位に戸賀幸男の「爪王というまあこれ高安 高安犬物語よりも文学的にはこの爪王の方が優れています。まあ、ただ、今読んでびっくりなんだよ。これ諸著作ですか知らなかったな。戸川有雄の第一作というか諸著作が、そういう意味でも素晴らしいんだよね。で、まあ戸川幸雄の爪尾を第二位にしてるんですけれども、で、 まあ、姉妹検索の赤ガエルこれも新潮文庫で私も今お題持ってるんだけど絶版になって、まあ、他の講談社で復,復刻復刊されてまたそれも絶版になってますまあこれ日本日本という国全体の問題では問題ですね、うん、名作文学が、えー、次々と絶版になってなっていってしまう おとてつもなく優れた文学ですよ、島井健作の若返りもね。で、かじ次郎の「レモン」はこれは未だに人気がある、中島敦の「三月記」もこれ、教科書に、これ、島井健作の「若返り」って教科書に載ってたんですよね。爪をも以前載ってたと思います。梶じい次郎の「レモン」も載ってる、中島敦の「三月記」も載ってる。まあ、菊池からの登場 東十郎の恋ね、これ、温州の彼方にの方が有名だと思うけど、これもいい短編なんですね。まあ、これ選ぶ人少ないと思うけど、あえてちょっとね、えー、ジャンルで言えば大衆文学のジャンルに入るわけだけれども、非常に優れてるっていうか、面白いんですね、短編小説として。夏目漱石の夢十夜これは有名ですよね。うん 谷崎の姿勢入れ墨、えー、姿勢これも本当にごくごく短い小説なんだけれども見事な文章を書くなという感じですそして山本周五郎の「日本不動,不動記」これは山本周五郎自身はあんまり好きじゃないらしいんですけど素晴らしい短編小説集ですね。太治の富岳百景 中期の名作ですね「走るメロス」と同じような時期に書かれた晩年の人間失格よりも健全性というのかなそういう感じがするまだ太宰が元,元気だったっていうことかな自堕落な生活からイブセマンス司さんの紹介で。 太宰さんもねまあそれで生活が少しく安定した時期に書かれた作品、まあ、ちょっとそれを語ると長くなるんですけどこれ非常に優れた短編小説ですそして三島由紀夫の夕刻あえてねこれ短編小説やはり三島由紀夫小説家 三島由紀夫というのは日本文学で、まあ、欠かせない存在その中で有国「幽、う、谷、ん」独特の小説ですけども、うん、私は三島由紀夫の中では好きな島由紀夫自体はあんまり私好きじゃないんだけど幽谷は私おおっと思いましたね読んだ時ねこういう小説書くのかと思ってねうんまあそんなようなことでその中で 清っていうのは第2位に据えていて詰雄はまあ文学的に非常に優れてるんですよ。でまあ「高安犬物語」はどうかというとまあ手術作うんぬんっていうのは忘れてもいいと思うんだけれどもとにかく題材というか。 絶滅して絶滅の危機にあった高安犬を調べていってそのチンという犬と出会ってそのふ、えー、れあいというのかねそのチンとチンという高安犬との、えー、関わりっていうのかなを描,描いているわけですね。うんでじゃあどうしてどこがどう,どういうふうに優れてるのよということになるわけですけれども。 実は私高安戸川幸雄の小説小「高安犬物語」を読んだ感想というブログ記事に書いてます2019年の4月に投稿している私のブログに投稿している文章がありましてかなり前に書いたんで何書いたかなって忘れてたんですけどもまずは「出力文体が素晴らしいんですよ」すごいあの 緊,緊張感があってねうんこれだけの緊張これが所蔵作所蔵作って第一作ってすごいなあものすごいものすごいっていうのかまあ文体がねもう誰も書けない二度とこういう文体書ける作家って出ないと思いますねにうん日,本日本人でね。 うーんすごい、まあ、緊張感のある文体というと評論家では小林秀夫というのはいますけれどもこの戸川幸夫さんの場合はうーんどっかねこの野生味があるというのかな、まあ、野生動物を追いかけて、えー、追いかけた、えー、作家である影響もあるんでしょうけど厳しいものすごく厳しいのと。 体感的というのかなこの文体がな何より魅力そして2番目体または魂の中に眠っていた何かをより起こされるというこれが私最も言いたいお伝えしたいことです、えー、古い、えー、もう絶滅してし,まうしてしまいそうな犬を小説にしてそれ,それが何になるの おといいういうううそ思ももあるかもしれませんただ、うん、もう実は高安犬が滅びてもですねこの「高安犬物語」という小説がある限りこの小説を読むと我々日本人の遺伝子というのか体内に流れる血,血液というのかそういうもの流れているものが 呼び起こされるわけですよねうん、まあ、それは日本,日本人とか何とかっていうのを突発してもいいと思いますこう生命体としての生きる最小体としての自分自身ということは私時々使いますけどもとにかくこう生,き生きていることの原,原点と生命体としての原点ですねそういうものを 感じられる、まあ、それを野生という野生動物の野生ですけど野生というべきかまあですから現代人私たち現代人はまあね朝から晩までスマホを携帯してスマちょっと時間が明けはチラチラスマホを見ているようなようなというのか自虐的に私もそういう生活を送ってるんですけどもそんな生活を送ってたら。 うもうだだ衰退していくでしょうね、うん、生き物として生命として生命体としても衰えていくし、えー、こういう文化活動というのが優れた芸術作品も生み出しにくくなる,なるでしょうねスマウのようなそして私もこの動画、えー、YouTuber 末端の YouTuber ですけども どんどんっね、YouTube ってまだ TikTok とかが出てきて、えー、まあショ,ショート動画っていうねショートムービーっていうのがありますけども YouTube でも1分以内でしょあれで TikTok って非常に短いですよねうん数秒間っていうのかなまあ私もちょっと TikTok やり始めたんですけども自分に合わなくてまあ無理してやっても仕方ないなっていうようなことでやめた。 経緯がありますでそういうふうな習慣っていうの、まあ、生活習慣になってしまうのでい,いわばそういう生活習慣と真逆の世界を描いたあのが富川幸雄の小説世界なんですね。で本当に失われた何,何かをねこう細胞細胞が泡立ってくるというのかな。 うんそういうことふつふつとね湧き上がってくるものがあるんですよ「小安の物語」だけじゃなくて「詰めようでもいいです他の小説でもそうなんですけど大事じゃないかなと思いますね。まあですからこういう現代社会今こういう社会日本はこういうね資本主義社会で商品を売っていく何らかの経済活動をやらなきゃ食べていけない世の中なんだけどこうやってどん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 世の中が変わっていく。 行った時ににに、まあ、積極的に本当にス,マホスマホとかこれも嫌だとこういうスマホとかパソコンにせ接しながら生きるのが嫌だって、えー、もう捨てていく人も増えていくっていうか、まあえー、少数派でしょうけどもそういう人が増えていくような気もしてますね。うんやっっぱりどっか狂ってますよう ス,スマートフォンにこれ本当に、うん、中毒性がありますからね、まあ、そういうこう現代人の病性というか病気現代人は病気であるということも、えー、気づかせてくれるそういった、えーいえー、役割というのか効用というものがあると思いますね。 厳しさの3番目は厳しさの中にある優しさうんまあですからですからというのは本当に厳しさ優しさって何だろうって考えた時に極端に言えば厳しさの中にしかないそれが優しさだっていうのが私の中にありますまあ今私も変わ,変わってきてとか人と接する時にほ褒めることをします本当に 私の師匠文章,文章を教えてくれた私の師匠は言われましたその,その弟子入りした時にねその師匠が私に言ったのは「俺は絶対お前を褒めないよ」とでこういった文章,文章修行をやる人間が文章を書いていく人間が褒められたら終わりだと思えと。 だから俺はお前のことを一生褒めないよということを言われたんですね。厳しい世界だなというふうに思い,思いましたね。まあでもだからこそというのかある程度文章は書けるようになったわけでまあその中で時代,時代がね変わってきて変わってしまったというのか変わってきているので。 もう厳しく教え,る教えてついてくる時代ではないですよね。ですから本当に、まあ、厳しくしなきゃいけない時もあるけど基本はいいところを。 見つけて伸ばしてあげる褒めてあげるっていうね、それをやっていかないと難しいと思うんだけれども、ただ私の中にある本当の優しさ優しさって厳しさの中にしかないと今も信じてます。本当に厳しくしてくれる人、愛情を持って厳しく接してくれる人ってありがたいですよ。うん、そういったそういった厳しさ厳しい厳しい。 えー、中にある優しさですねチンという高安犬主人公の犬はチ、うん、というねその飼い主にを愛してるかな懐いてるんですけれども厳しいですよその飼い主はもう誰よりもチンに対して厳しいんですけども誰よりもあだチンはその厳しいチを愛してるわけですし、えー なついてるわけですね。そういうういいいいい関係っていいなととと思いますよねうんということですで、まあ、そ,のその3点ね、えー、このそういうことが「恋、えー、安い物語を、ね」を読むと感じたというこれも私の個人的な、えー、感想であってそれを押し付ける気はないんですけれども、まあ、この機会に。 出会っていいいいたただけたらいいなと思いますこの「戸川幸雄」という、うん、動物小説動物小説だけじゃないんですよ他の,小説他のジャンルも書いてるんですけどまあ独自のね世界を切り開いてまあただこの2024年ですけども今年令和6年かなこういう時代にもてはやされて大は,はやりするようなジャンルじゃないんだけどまあなんかで。 映画化されたりとかねそういうふうにまあでも難しいよね絶滅しちゃってるわけですからこう安銀座映画化しようがないかまあ何かのきっかけでまたね戸けようという作家が見直されて、えー、まあこういうせちがらい世の中だからないかこう取り上げて儲けようという仕掛けでしかないのかもしれないけ,れど,けどもまあそういう断定はしちゃいけませんね。 何かで誰かが戸賀幸雄を再発見で、えーえー、まあ私はそんな、えー、そういう能力がないからねいけないんだけど、まあ、人気のユーチューバーが文学系ユーチューバーが戸賀幸雄小安い物語爪を,をね紹介してその魅力をひ広げてほしいと思いますね。 まあ、朗読サイトって朗読チャンネルはまあ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 ってかなり人気のあるところはあるんだけれどもなんかで文学を語る面白おかしく面白おかしくとか地味深く語れる人がねあのー 増えてほしいいと思いますねうん、まあ、増えるか増えないかもしれないけど、まあ、私はですから喋ることものすごい苦手な人間なんですけど、まあ、小説とか文学が好き,な好きですし、うん、伝えていきたいという思いで、ね、こういうことをやってます。まあ、ですから今回のこの動画の概要欄説明欄にこの「日本の短編小説ベスト10の」の URL そして「 斗ヶ行夫の小説「高野水の物語」を読んだ感想というブログ記事の URL をお貼りしますのでよろしければお時間のある時にでも一読していただけたら幸いです。はいということで今回はご存知だったでしょうかまあでももう,いいもうね今日知っていただいたのでこれを機にね「戸、え、川、ー、は行夫の高野水の物語」そして「爪」をぜひとも、まあ、この古本では。 えー、買えますので、えー、ぜひともねまあ図書館行っても、ね、借りられると思いますできればこの地球人ライブラリーが一番読みやすいです注釈が,がついてるしそして文字もものすごく大きいわけじゃないです比較,比較的大きくて読みやすいです古い、えー、文庫本とかすごく小さいのでまあ新潮文庫も私持ってますけれどもこの地球人ライブラリー を私はお,勧め,お勧めいたしますそして、ね、代表作「高安犬物語」と「爪を」の両方入ってますから、えー、もうこの2作をとりあえずというかまずは読んでいただきたいと思います。はい、ということで今回は唐川幸雄の小説「高安犬物語」をご紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。